あれ？こんにちは。あなたも図書館に来てたんだね。今日は天気がいいから、久しぶりに図書館で読書しようと思ったずら。最近はずっと家で読んでたから。うん、まるの大好きな本。でも他の分野もいろいろ読むよ。小説も推理小説とか冒険小説とか、日本文学が多いかな。小説の他にも評論や図鑑、あとは本棚を眺めて気になった題名の本を取ってみたり、知らない本を手に取るときはその中にどんな世界が詰まっているのかすごくワクワクするんだ。音楽は、そういえばあんまり読んだことないずら。電気なら何冊か読んだことがあるけど、スクールアイドルならそういう方面の知識ももっと増やした方がいいのかな。民族音楽の本？初めて見たずら。これひょっとしてあなたが読んでたの？そんなに面白いの？読んでみたいずら。いいの？ありがとう。どんな世界を見られるのかとっても楽しみずら。